皆さんおはようございます。はい、今日も今朝の一曲いってみたいと思います。今日は週の始まり月曜日ということなんですけども、まあ月曜日はね、なかなか起きるのが、辛かったりもするんですけど、そんな月曜日の朝に合うんじゃないかなって、まあ今週一週間また頑張ろうみたいな感じで、感じれるようなそんな歌を、歌ってみようかなと思います。今日歌う歌はですね、アクアタイムズの決意の朝にっていう歌ですね。あのブレイブストーリーっていうアニメがあって、その主題歌っていうか、そのメインテーマ曲みたいな感じで、やってましたけども、とても大好きな曲なので聴いてください。どうせならもう下手くそな夢を描いて行こうよ。どうせならもう下手くそで明るく愉快な愛のある夢を、気取んなくていい、カッコつけない方がお前らしいよ。 Yes! 一生懸命になればなるほど空回りしてしまう僕らの旅路は、小学生の手と足が一緒に出ちゃう行進みたい。それもまたいいんじゃない。生きてくことなんてさ、きっと人に笑われるくらいがちょうどいいんだよ。心の奥の奥閉じ込めてた本当の僕、鉛の36とこ焦らずにいざ We don't stop、 けどまだ強がってるんだよ、まだバリアを張ってるんだよ、痛みと戦ってるんだよ。辛い時辛いと言えたらいいのにな、僕たちは強がって笑う弱虫だ。寂しいのに平気でふりをしているのは、ずれ落ちてしまいそうな自分を守るためなのさ、僕だけじゃないはずさ。行き場のないこの気持ちを、居場所のないこの孤独を、ああ抱えているのは。 Yes! Yes! はい、ということで、今日はですね、またライブ配信っていうことなんですけど、今日は、どうしても出させてほしいっていうね、ちょっとまあ芸人さんというかミュージシャンというか、そういう人がいたので、今日はですね、またちょっとゲストありで、やりたいなと思いますんで、今日の夜8時から、ライブ配信もよろしくお願いします。はい、それでは、新しい1週間のスタート、頑張っていってらっしゃい。